レセラフィムが、キムチェウォン、ホユンジン、カズハのインフルエンザ感染により、タイバンコク公演を中止した。所属事務所ソースミュージックは6日、ファンコミュニティプラットフォームウェバースに、10月7日、土曜日と8日、日曜日の2日間予定されていた、2023レセラフィムツアーフレームリシズ・イン・バンコクが中止になった年、としレセラフィムメンバーのキムチェウォン、ホユンジン、カズハは10月6日、 現地時間、突然の高熱と頭痛の症状により病院を訪問し、A 型インフルエンザ判定を受けた。該当メンバーは現在、医療スタッフの診断に従って自己隔離及び治療中だ、と伝えた。続けて、万国公演を期待してくださった多くのファンの皆様に心より謝罪し、ご了承をお願いすると付け加えた。公演中止を伝えた後、 ルセラフィムのメンバーたちはファンに申し訳ない気持ちと残念さを伝えた。キム・チェウォンは、初めてタイにいらっしゃるファーノット、レセラフィムのファンに会える公演で、ファーノットもたくさん待って期待してくださったのに、本当に申し訳ない。私たちもたくさん期待していたし、一生懸命準備したのに、とても残念だ。早く回復して、より良い姿で恩返ししたい、とコメントした。ホユンジンは、 このツアーが行われるまで、多くの方々が一緒に苦労してくださっただけに、私たち5人とも最後まで本当に素敵な公演をお見せしたかったが、このような残念な状況が生じて気分があまり良くない、とし、本当に心配しないでほしい。早く回復してステージをまた披露しに行く、と伝えた。カズハは、あるファーノットにとっては、初めて私たちと会う機会だったかもしれないし、 私たちを見に遠くから来てくれる方々もいるかもしれないし、私たちと会える日を期待してくださったファーノットを思うととても心が痛い、とし、早く回復してもっと素敵な姿をお見せできるようにこれからもっと頑張る。私たちは治療を受けて回復しているので、あまり心配しないでほしい、とファンを安心させた。ホンウンチェは、ファーノット、あまり心配しないで。 みんなご飯もよく食べて治療も受けながら回復している。初めてのツアーの最後なだけに、ファーノットも私たちと同じくらい楽しみにしていたはずなのに、こんなニュースを伝えることになり本当に申し訳ない。早く元気な姿で会えるように努力すると伝えた。宮脇桜も様々なところから今回の公演を見に来られることを知っているのに、こうなって本当に申し訳ないとしか言えない。 私たちも早く回復して良い姿をたくさん見せたい、とコメントした。レセラフィムは、今年の8月にソウル公演を皮切りに初の単独ツアーを続けている。この記事は現地メディアの取材によるものです。ソースミュージック公式コメント全文、こんにちは、ソースミュージックです。10月7日、土曜日から8日、日曜日の2日間予定されている。 2023レッセラフィムツアーフレームリシズ・イン・バンコクの中止についてご案内いたします。レセラフィムのメンバーキム・チェウォン、ホユンジン、カズハは10月6日、突然の高熱と頭痛の症状を見せて病院を訪問し、A 型インフルエンザの判定を受けました。該当メンバーは現在、医療スタッフの診断に従って自己隔離及び治療中です。 弊社はアーティストのコンディションと医療スタッフの所見により、2023デセラフィムツアーフレーム v シズインバンコクを進行するのは難しいと判断し、やむを得ず公演中止を決定しました。バンコク公演を期待してくださった多くのファンの皆様に心より申し訳ないと申し上げます。ご了承ください。